どうだったケイちゃん。レナさんの家に行ったでございますか。すごかったでしょう。そんなことないよね。ね。そこまでは百歩譲って可愛いことにしてもいい。だがあの郵便ポストは変だぞ。ああいうのってまずいんじゃないのか。だって、はあ、可愛いんだもん。出かけりゃいいのか。出かけりゃ。お部屋には小さいものがごっちゃりと陳列してありますの。前に拝見したことがあるでございますわ。で、リカちゃんみたいな可愛い子は地下室にしまうのか。うんうん、何でもしまっちゃうよ。はぁ、可愛い。なあ、レナ、ニューヨークに自由の女神ってあるだろ。あれ、可愛いか。ふん、可愛いよ。欲しいよ。お待たせしましたです。職員室に呼ばれるなんて面白くないよな。なんかやったのか。失礼な。リカはケイチさんのような不良とは違うでございます。違うよケイチくん。リカちゃんはお祭りの実行委員さんなの。祭り？学校の文化祭かなんかの？ケイちゃんケイちゃん、この前行ったじゃん。村祭りだよ。綿流しのお祭り。その綿流しって何なんだ？灯籠流しみたいなもんか？最後に沢に流すってとこだけは同じかな。傷んで使えなくなったお布団とかとてらとかにね、ご苦労様って感謝して供養しながら沢に流すお祭りなの。それじゃあサマーキャンプですわ。ケイチさんって意外に想像力貧困でございますのね。なんで俺がくだらん想像をしたことがわかった。表情に出てましたです。そんなに面白いものじゃないけどさ、楽しみにしてりゃいいじゃん。
か？当日は迎えに行くからね。退屈どころか、今年もやるぜ！若部の夏の風物詩、綿流し祭四強幕と センスね。なんだよそのネーミングは。レナは可愛い名前だと思うけどな。ケイチもいますから、今年は五強爆投になりますです。で、この仰々しいネーミングの部活動とお祭りがどう結びつくんだ？日頃部活動で培った実力をご披露するのでございますわ。その通り。日々の厳しい試練を乗り越えた精鋭中の最精鋭たる我々の実力を。でも去年は村長さんに怒られたし、今年は迷惑をかけないようにしないとね。つまり露天巡りをしながら部活動をするわけです。楽しいだよ。じゃ、それはそれとして今日も始めようかね、部活動。意義は？なし！やっぱり人数が多いときはトランプが一番の王道だよね。まさにこれぞテーブルゲームのベーシック。また乾杯トランプか？今日は新品。傷はないから本当に条件は互角。本当でございましょうね。そのカード改めさせてもらいますわ。大丈夫だよ。みんな納得した？じゃあ今日はね、大貧民にしよっか。5人って人数もいい感じでしょ。一応細部を確認しとくぜ。ジョーカーはオールマイティか？3は3枚でも革命可能か？ジョーカーはなし。2が最強。革命返しはあり。3でも4枚なきゃ革命不可。あとね、ゲーム開始時に貧民がいいカードを上納するってルールがあるでしょ？あれはなしなの。
罰ゲームは何でございますの？それなんだけどさ、みんなで何枚かメモに書いて歯医者に引かせるってのはどうかな。どぎついのを書いてケイチさんに引かせてやりますわ。あんまりひどいのを書くと自分で引いたとき大変だよ。負けなきゃいいってんだろ。わかってるじゃありませんの。じゃあ適当に書いてこのカバンの中に入れて。負けた人はこの中に手を突っ込んで1枚引くってことで。何もなしって書くのは禁じ手にしましょうです。何もなしって書いて角を折ってあるんですの。みんな、あまり意地悪な罰ゲームはやめようね。大丈夫だよ、レナ。負けなきゃいいんだからな。うん、そうだね。よし、頑張ってレナの罰ゲームをみんなに引かせるぞ。レナの罰ゲームってのがとっても気になるでございます。誰の罰ゲームでも怖いです。つまりこのゲームには負けられないってわけ。ご一同覚悟はいいね。あれ、これ通るのかよ。じゃあ3出して上がりだぜ。9いないですの。8、7上がりでございます。5と5、上がりますです。じゃあ最後の1枚を捨てて上がりね。チッ、気を逸したか。じゃあみーちゃん、この中から1枚引いてね。
ちょっと待て。これがどうやばいんだ？圭一さんは気づきませんの？校長先生は頭髪が薄いことを恥ずかしがってますの。校長先生は武道の達人なのです。若い頃は世界を修行して回って武術の奥義を極めきったと豪語してますの。戦後の日本の教育の乱れを憂いて教育者に転校したんだって。部長の私が模範を示さないわけにはいかないね。うりゃー。静かにこっそり行って穏便に済ます方が有利じゃないのか？多分無理だよ。だって気配で雨降らしが探せるって言ってたし。校長先生、超奥義発動です。ジークンドーだな。知らないよ、食らいたくないもん。撫でた。これでいい。とりあえず生きてますわね。ゲーム続行は可能でございますわ。鬼。でもでも、これで一番おっかない罰ゲームはなくなったね。ね。もう手加減しないからね。あんたたちにも思い知らせてやろうじゃん。これで僕も上がりますです。へへ、俺も上がらせてもらうぜ。3、これで上がりですの。負けちゃったよ。どんな罰ゲームだろう。ございませんの。はい、ご主人様。じゃあレナ、カードを集めてみんなに配ってくれるかな。はい、ご主人様。
とにかく、ゲームを続行しよう。なあ、レナ。はい、ご主人様。うりゃ。もう負けないよ。上がり。私も絶対負けられないでございますのよ。上がりましたです。ならこれで俺も上がりだ。そんなまたレナの負けでございますか。それはまずいだろう。誰だよ、こんなの書いたの。きっとノーベルスケベー賞ですわね。はいはい、甘えない甘えない。負けたら潔く。わかりました、ご主人様。ふう、脱ぎます。なんだ。ケイチさん、何を期待してますの。下に体操服着てなかったらさすがに脱げませんわ。ケイちゃんもやるね。こっちの方向で攻めてくるとはおじさん予想もつかなかったわ。違う、これは俺が書いたんじゃない。ご主人様が書いたんじゃないんですか。俺はガーッ！なんでこんなにカード運が悪いんでございますの？サトコの負けだな。行くぞ。妹口調で喋る。はい、お兄ちゃん。またおじさんの負けじゃん。ミオンの負けだな。ミオンの負けだな。女子スクール水着に着替える。のー、K
ケイちゃんに弾かせたかった。ご主人様、また負けちゃいました。レナの負けだな。弾くぞ。1位にひざ枕。この格好でですか、ご主人様。お兄ちゃん、強すぎですの。さとこの負けだな。引くぞ。一位にご奉仕。肩でも揉んでもらおっかな。はい、お兄ちゃん。ほら、もっと奥まで。爪立てんじゃねえぞ。主人様は圧勝でございますね。あんまり頭をゴロゴロしないでくださいまし。どうしましたですか、ケイチ。どうして人の欲望には限りがないのか、憂いていたのさ。圭一は欲張りさんですよ。猿を知るとも言いますです。十分理解してるよ。なんて言うのかな、もう死んでもいいって感じ。ご主人様、あんまりゴロゴロしないで。死んでもいいですね。叶えて差し上げますですよ。いいぞ、リカちゃん、やっちゃえ。このドスケベ大魔王をやっつけるでございます。僕では勝てないかもしれませんですが、やっつけますですよ。2です。エース、エース、エースです。8、8、8、8、革命しますです。ありだったよな。革命返しだ！ことがあるわけ。僕の負けです。ついに我が軍門に下ったり。
さあ一枚引くぞ。おお！されちゃうです。レナさんにケイチさんが倒せたらですわ。しょこざいな。レナなど帰り討ちに。出ない？出ないの、ケイちゃん。ならこれであっかり。ふん、悔いはないさ。神様、短い夢をサンキューな。さあ、引くでございますよ。ケイチさんの罰ゲーム、これですわ。今日一日はしゃがせてもらったからな。何でもやるぜ。内容は何だ？全部。は？なんだそりゃ！ケイチさん、言葉遣いが弟属性になっていませんでしたよ。はい、お姉ちゃん。うわぁ、これは病みつきになるでございますわ。あと、肩も揉んでもらいますわよ。ケイチくん、膝枕はいいから、レナにもね。はい、ご主人様。ケイチくん、それすごくかわいい。もっと言って、もっと言って。あぁ、もうお許しください、ご主人様。次はおじさんだね。まずはのんびりとうちわで仰いでもらおうかな。あ、そうか、これも着ないとダメだよね。スクール水着。それ女子用だろ。
俺は男子用でいいんじゃないのか。ここにちゃんと女子スクール水着に着替えると明記してございますわ。だって誰のスクール水着を着るんだよ。嫌だろ。俺なんかに着られたら。あ、おじさんそういうのは全然気にしないから。いいじゃん、役得でさ。私スタイルすっごく悪いから、ケイちゃんでも着れないことないと思うよ。これに猫耳と首輪と尻尾をつけて完成しますです。けいちゃん、鏡見る？いやマジすごいって、多分見といた方がいい。遠慮します、ご主人様。これで出来上がりですわね。このままの格好で下校するってのもあればよかったですのに。じゃあ、もういいかい？着替えてさ。まだです、圭一。一番最初にやった罰ゲームが残ってますです。この格好で、か？うん、入りたまえ。男とは何ぞや。いやあ、白熱したね。ケイちゃんがあんなに大貧民が強いとは思わなかった。いや、俺自身が一番驚いてるよ。
かし、ひってえ目にあった。あんな姿で担架で運ばれた日にゃ、松代までの恥だ。でもいいじゃん。七代は自慢できるくらいいい目も見たんだし。おや、また会ったね、ケイチ君。どうも、いい写真は撮れてますか？ま、そこそこにね。で、しかし、ケイチ君も隅に置けないな。今日はこの間とは違う彼女かい？そういうんじゃないですよ。とぼけないとぼけない。若いうちは経験が大事なんだからな。富武のおじさまだってなかなか隅に置けないって噂ですけど。え、いや、僕はそんなつもりで。はいはい、お仕事頑張っていい写真いっぱい撮ってくださいな。バイバイ。おじさまは今年は渡長島で滞在ですかな？うん、そのつもりだよ。お祭りを一通り撮影したらまた東京に帰るよ。カメラマンってやつは本当に気楽な商売ですこと。早くでっかい賞を取って有名になってくださいよね。今期逃してまで写真撮影に熱中してるんだから。そんなことはないと思うな。男は味噌汁から味が出るんだよ。味噌から味が出てどうすんですか、バチーナ。うん？あっ、おっと、そろそろ宿に戻らないと暗くなっちゃうな。じゃあお二人ともお祭りでまた会おうね。あんな調子で本当に有名になれんのかね。個展開いたら私の写真展示してもらう約束になってんだけど、当分実現しそうにないかね。ミオンは富武さんのことを知ってるんだ？うん、知り合いっていうか、ほら、ここじゃよそ者はすぐ分かっちゃうからね。昨日今日会ったばかりという感じじゃなかったな。富武さんね、結構ちょくちょく日南沢に来るんだよ。年に 2,3 回くらいかな。季節の風景や野鳥を撮影してるんだってさ。ま、大した写真じゃないんだろうけどね。富武さんって本当に野鳥撮影で来てるのかな。なんかこう撮影以外の目的で来てるようなさ、そんな気がしないか。やっぱりそう思う？だとしたらいい感してるよ、ケイちゃん。知ってるのか、ミオン。もうね、他のみんなはひょっとすると気づいてないかもしれないけど、このおじさんの目はごまかせないしね。
どうしたの、ケイちゃん。日暮らしの声ってさ、こんなにも気持ちいいものだったんだなって。ケイちゃん何を今さら。レナは今頃どうしてるかな。リカちゃんを思う存分可愛がれたのかな。今頃は夕食を振る舞うから遊びにおいでって誘ってる真っ最中だよ。うまく持ち帰れるといいな。どうだろうね。リカちゃんってあれでなかなかうまいから。ああ、それは同感。頭を撫でる罰ゲーム、あれきっとリカちゃんだぜ。私も同感。校長先生の頭を撫でられるのはリカちゃんだけだし。